今日も24時間365日頼むぞ。永遠に働いてくれ、頼むぞ。さあ早速なんですが、この始まりの木の隣に旗を立ててたんですよね。あの住民を追加できる旗ですね。あの旗を地下に置いときました。なぜかというと、ゾンビが攻撃するようになって、で旗を攻撃されてしまうと住民がどんどん減っていくんですよね。なのでその旗を地下に置いときました。これで安心ですね。ついでにこの3人ニートです。これだけ人がいればニートの1人や2人現れても仕方がないよね。これは仕方がない。そしてまた新たに問題ができてしまいました。なんとね、ゾンビの数が異常なことになりました。なのでちょっと夜を待ちたいと思います。ちなみに傭兵も何人か追加しときました。これでも異常な数のゾンビがやってくるので夜が怖いですね。さあもう帰る時間だ。さあ夜悪夢が始まるよ。これは怖いな。わあ、でも結構人が増えたな。今175人ですね、住民が。それでこの数。うわ、でもゾンビ来てるぞ。逃げ切れるか？たまに畑の方の村人が死んじゃうことがあるんですよね。もう拠点から遠すぎて。ただ今回は、一人も犠牲者なく、いけそうです。さあ結構ゾンビが群がってきました。以前だったら、まだね、この階段にすら触れずゾンビはどんどん倒されていったんですが、今のバージョンだと、もうゾンビが登ってくるほどの大群がやってくるんですよ。わ、ここ、並んでるな。なぜそんな行列ができる？どこから現れる？しかもこのゾンビ。わー、でも登ってきてるぞ。だいぶ来てるな。さあ、ゾンビがやってきました。朝まで耐えきれるか。だいぶ行列ができてきたぞ。しかも一人残らずハゲてる。これは私の住民と同じですね。わあ、でもやってきた。なんだこれ。やばいやばい。ちょっと離れよ離れよ。さあ、もう乗り込んでくるぞよ。朝まで耐えてほしいんだけど。やばい、だいぶ来てるね。なんか動きがおかしくなってない？お、来てる来てる。やばいやばい。来てた、目の前まで。なんか異常な動きしてるよ。完全にもう狂った勢いで来てるな。ここまで来たか。もうちょっと塞ごう。ここまで来たら塞ぐしかない。おお！なんだなんだ今の。なんか、突き抜けてきたけど。これで大丈夫かな、とりあえず。お、なんだ？なんか、おお！壁を突き抜けて、戻されてく。収まった、なんとか収まった。もうちょっとしたホラーだな。まだ来てるね。ここで、おお、なんとか塞いで倒してってる。これ大丈夫か、登ってこない。なんかすごいことになってるけど、なんだ外の状況どうなってんだ。やばい、なんかやばいことになってる。ゾンビの動きがとうとう狂い始めました。もうここまで攻め込まれてきてるからね。うわぁ、死体が、すごい転がってんな。お、とりあえず朝になったかな？おぉ、なんとか、無事だったようですね。村人は、よかった。ただこれだと毎晩、悪夢を見ないといけないので、なんとかこれは改善しないといけないですね。さあ、でも村人が今日もみんな働き始めました。いやー、いいですね。これでパンも作りまくりだ。正直村人やられてもパンめちゃくちゃあるから全然大丈夫なんだけど、すごい頭が
すごいことになってんな。つながってるぞ。さあ、でもこれ働き始めました。まあ、今回は今のようにゾンビがねめちゃくちゃ来るようになったので、トラップ的なものを作ってあのゾンビの対策をしていこうと思います。さあ、とりあえず一通り完成したので見ていこうと思います。さあ、このようになりました。ゾンビくるくるホイホイです。まあ、どういった仕組みかと言いますと、ゾンビは村人を追ってここを渡っていくんですよね。で、渡ってってくるくる回っていって、朝になるまでをなんとか耐えるっていう感じですね。ちなみに巨人に耳つけときました。あとはこっちの方に村人の顔も作っときました。まあ、村人の顔の建物ですね。で、目の部分で作業してるところが見えるっていう、まあ、面白い感じの建物になっています。さあ、そう言ってる間にもう辺りはだいぶ暗くなってきたんじゃないでしょうか。そろそろ準備しましょう。さあ、住民もみんな帰り始めました。さあ、みんな帰ってるね。まあ、みんな、あれ、なんかどっか死んだな。どっかで死んだぞ。畑の方かな。まあ、もしかしたら畑の方の傭兵は増やした方がいいかもしれませんね。まあ、一応一人は今いるんですけど。まあ、でも倒されてもいつでも代わりはいるんで、まあ、全然構わないですね。村人が帰り始めています。これが最後かな。まだ少しいるね。で、このトラップ自動ではなく手動なので、全員帰り始めたらこれで全員かな。そしたらこの3ブロック取り外しましょう。これでもうゾンビはこっち渡れず、もうこっちの方を通っていくので。さあ、まだいる。おお、よかった。まだいたのか。まあ、でもこれでよかった。よくゾンビに入れなかったな。あと、ちなみにここ塞いでしまうとなんか出るんですよね。嫌な音が鳴ってパンとか食料がどんどん減っていくので、まあ、こういった塞いだりするズルみたいなことはやっちゃいけないみたいですね。なので、とりあえず村人への道は繋いでないといけないみたいですね。まあ、でもこれだけ距離があれば大丈夫でしょう。なんとか朝まで耐えられるはず。よし、この高い位置から見てみましょう。おお、結構くるくる回ってますね。おお、なんだこのゾンビ、もがいてるぞ。おお、消えてった。まあ、でもこれだったら朝まで耐えられるんじゃないでしょうか。だいぶ来てるな。すごい行列になってるけど、やばいやばい、ちょっと待って。いや、これ大丈夫かな。これはすごい数いるな。でもこれだいぶ攻め込まれてきてるぞ。いけるかな。ただこの白いゾーン抜けて木材ゾーンに入っても3人いるからね、傭兵が。ここで倒しきれるはず。頑張ってくれみんな。もう少しで朝だぞ。落ちてってるやつもいる。おお、でもなんとか耐えきれることができました。さあ、急いで。なんかすごいゾンビ落ちてんな。とりあえず朝になったら急いでここつなげないと住民が遠回りしていくので。よし、これでなんとか乗り切りました。危険な悪夢の夜を乗り切りました。おお、そして住民が続々と現れています。今日もみんな生き残れてきてよかった。さあ、生き残れたから働いてくれ、今日も。頼むぞ。いや、今日もだいぶいい建築ができましたね。まあ、このアップデートでゾンビの勢いも結構増してきたんですが、新しいアイテムも追加されました。それがこのお店ですね。お店のアイテムに、
新しいものが追加されました。これですね、なんかピンク色の苗みたいなもので、ちょっと植えてみようと思います。よし、じゃあここら辺に植えてみよう。さあ、どういった感じなんだろう。おー、桜みたいな感じだね。もう咲いてるんだけど、苗の状態から。これはちょっと育つのを待ってみましょう。すごいいるな、今日も。今日もだいぶお客さんが来てるようですね。なんかゾンビの動きがすごいカクついてきたんだけど、これ大丈夫かな。そろそろゾンビにも限界が来てるんじゃない？だいぶ来てるな。なんだなんだ？なんか動きが おかしいぞ。おー、なんか横から飛び出る残像が見えるぞ。大丈夫かこれ。いきなり飛び越えてこないよね。なんかやばいやばい。なんかやばいんだけど。どうなってんだ？うわー、来てる来てるよ。もういすぎて。バグり始めたんだけど、大丈夫か？すごいな、テンション上がりすぎでしょ、このゾンビ。おー、朝になった瞬間消えてった。よかった。お、こいつどうした？すごい、踊ってる。大丈夫か？おー、消えてった。踊りながら天国に行けたようです。とりあえず桜が育ちました。おー、だいぶいい感じになりましたね。おー、とりあえず取ってみよう。これはまたいい素材になるんじゃない？ピンク色のブロック。お、取れた取れた。これはこれで何かに使えそう。おー、ちゃんと細かい花みたいにデザインされてるんだね。これは今後の建築に使えそうですね。取っていきましょう。とりあえず今回はこういった感じで、ゾンビがね、めちゃくちゃ来るようになったので、ゾンビのトラップを作りました。あとは新しいアイテムとかも手に入ったので、また次回もいろいろ作っていこうと思います。では、さようなら。